本当にやっていいのね。はあ、早く俺の左目を。そうはさせんぞ。カムイ。さくらか。ここはカカシ先生。先生、左目。オビトはどうした？そっちにマダラも飛んだはずだが。うん、マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい？え、よし、加賀先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、この方法で害も。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。おう。お前たち、鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト。オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。まさか影のやつもスサノオを使えるとはな。いかに力をつけたお前でも、5人もの俺を相手にするのは厳しかろう。さあ、どう対処する？見せてもらうぞ。逃げられんぞ。お前は本当に俺を楽しませてくれるな。認めてやろう。ここからが真の戦いだ。逃げろ。
す。三体目。サスケ、気をつけろ。嫌な予感がする。シノビ。気は逃さん。ここで無様に果てるがいい。シノビ。反応速度が鈍っている。やはりサスケは俺に近しいものを持っているようだな。もう抑えられんぞ。シノビ。サスケ、大丈夫か？安心しろ。その苦しみはもうすぐ終わる。シノビ。いぞ。次で決めっぞ、サスケ。ああ。せ目の前だ。死神の闇、忍びのみんなが望んだ平和が目の前にあるんだ。敵を倒すので倒れてたまっかよ。お前の言う平和など所詮かりそめのものに過ぎん。真なる平和は夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える手段なのだ。お前がうるせえよ。そんなに夢の中に生きてえならお前だけが生きやがれ。アカさん、さっさと呼べ。しのび。なんだ貴様らは。なぜこれほどの力を。貴様の夢とやらはここで終わりだ。さっさと消えろ。死ぬのだよ。
け。あとはお前たちだけだ。お前たちが始末さえすれば本当の夢を。だからさせねえって言ってんだろ。この俺がここまで見事と言うしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ！ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。これはまずい。サスケ、おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ、無限つくよみ。今一つとなるのだ。一体どうしたというのじゃ。仕上げだ。新樹海降誕。ナルト君、どうなった？今頃お前の仲間たちはおねんね中だ。もっともサスケのスサノオには聞かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に溺れ、
まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。とでも言うと思ったか。クロゼツ、貴様。マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はかぐやだ。かぐやだと。お前が無限つくよみを完成させ、チャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。くそも。何？どうなってるの？サスケ、あいつ。ああ、かぐやと言った。かぐや、陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか、やつの目的は。あっ！なんだ？これはチャクラだ。しかし、強すぎる力は圧力を生む。結果、人々は母をウサギの女神だの、鬼だのと呼び、あがめを恐れた。サスケ。ああ、間違いない。こいつが、おじいちゃんが言ってた大月かぐや。